ANA オープン3日目、14日、札幌ゴルフクラブワッツコース、北海道、7066ヤードパー72、初日に自己ベストタイの63をマークして首位スタートを切った小木曽隆。2日目に伸ばしきれず交代したものの、3日目は6バーディ3ボギーの69で回り、トータル13アンダー、5位タイ。 首位の長野竜太郎と4打差で最終日を迎える。2連続ボギー発進とつまずいたが、9番からの3連続バーディなど盛り返していった。出だしは良いショットが打てなくて、パットのタッチも合わなくてと苦戦しました。もっとスコアを落としてもおかしくないところから、前半をイーブンで回れたのでナイスプレーだった。後半は風が吹いてきた中で、スコアを 戻すことができたので良かったと結果は納得のラウンド耐えるところで耐えられた連続バーディが来たこともつながったといい流れをに持ち込む強さも見せた驚異の21パットだった初日から30パット27パットと高水準をマークしている今週はパットが入っている風が強くなるとどうしてもショットがピンに打ち切れないことがあって そこから入ってくれているとパッドが好プレーを支えているさらに3日目のフェアウェイキープ率は64.27%で全体1位を記録今週からスリクソンの新作ドライバーと3番ウッドにスイッチしておりそれが一役買っている製品の詳細についてはまだ明かされていないがドライバーは4機種がラインナップされていて小木曽が使用するのは小ぶりでややディープなヘッドの tr というモデルだ。スピンコントロールができますし、高さのコントロールもうまくできました。少し調整は必要かもしれないですが、しっくりきていますとうなずく。大きい顔が苦手なおぎそにとって、小ぶりなヘッドもお気に入りの理由の一つ。ただそれ以上に座りが良く、左の怖さがない3番ウッドが特に気に入った様子。 今までで一番いい感じですとすでに頼れる存在となっている。今年6月の日韓共済大会花銀行インビテーショナルでツアー初優勝を挙げ、再び巡ってきた優勝のチャンス。20アンダーを目標に、3日目は伸ばしきれなかったですが、今の体調、メンタル、調子的にいけない数字ではない。しっかり準備したいと2勝目に向けて意気込んだ。文、斉藤圭介。